駅に降りております。3分停車予定だったんですけど、名寄行きの普通列車が5分遅れているということで、結構長時間止まっておりまして、予想外に駅での撮影がたっぷりできるという良好に恵まれました。ビッカの駅舎ね、なんか駅舎というよりなんか他の施設と駅舎がガッチャンしたような、あ、そんな雰囲気です。これは何なんだろうな、何と合体してるのかちょっとよく分かんないんですけど、図書館とかとね合体した駅みたいなのあったりするんですけどね。高線乗ってね、あの新宇府に行ってみたかったんですけども、まあそれは叶わぬ夢ですね。今向こうから前哨塔が見えてきました。遅れていた名寄行きの普通列車がもうぼちぼちやってくる頃ですね。でこの跨線橋がね、木造ですごく味があってね、渡りましたけどこれ本当に良かったです。美深駅何分ぐらい止まってるのかな、もともと3分停車プラス5分くらいなんで、多分8分ぐらいですねの滞在ができました。まあね、あの列車の遅れは普段だいたいイライラするんですけど、今回ばかりはね遅れのおかげで、すごく助かっております。定期券の方は分かりやすいよう駅係員にお見せください。